リー・ミナシアン GM はマイク・トラウト外野手を中堅からコンバートする可能性を否定したという。32歳のトラウトは2年目の2012年から主に中堅手としてプレイ。中堅以外のポジションで出場したのは2013年に左翼手として47試合に出場したのが最後。近年は故障に悩まされており、中堅からコンバートさせるプランがたびたび指摘されていた。ベリー・ミナシアン GM はトラウトが中堅を守ると話した。トラウトの転向案について話し合ったか答えることは避けた。驚きはないが、これが現状のプランだ。まずは中堅トラウトとしてキャンプインすることとなりそうだ。X をスタメンでは考えていないだろうから、中堅のバックアップとしてはかなり絶妙なチョイスなんじゃないかな。トラウトが稼働しないと近年の両翼がファイヤーフォーメーションだから、X のような経験豊富な選手がエンゼルスには必要だと思う。X のほとんどの年俸をヤンキースが負担するようで、オリオールズ移籍後の成績を考えたら良い補強だな。トラウトは大谷も一目置く人格者だけど、チームが少しでも勝てる確率を上げる判断としては良くない。マドンの時もトラウトは右翼コンバートを誇示していた。大谷がいない状態だから DH 専門でもいい。トラウトのプライドとやる気の問題だよ。やりたいようにやらせてあげて結果が出ればいい。そもそもヒックスの最近の守備ではトラウトのバックアップにはなり得ないでしょ。大丈夫、トラウトもヒックスもレンドンも100試合出場は難しいと思う。怪我との戦いが主になりそう。今シーズンは売り手側が規定路線だろ。主力放出しながらプロスペクトを増やしていって3年後に良くなる準備をしてるように見える。チームの勝利を考えたらトラウトがセンターではまずいだろ。肩の弱さがかなり深刻だし、レフトか DH で打撃専念がいい。トラウトが嫌だと言ったらコンバートなんかできるはずがないんだわ。外野手ばかりの補強でチームの弱点を理解していないように見える。アデルとかウォードの若手株がどういう心境か気になってしまう。出番があればいいけど。三塁手が足りてないけど、戦力の割り振り大丈夫か？個人的にはヒックスよりアデルを使ってもらいたい。ヒックスとレンドンが基本的には DH の枠に入りそう。ただレンドンが三塁を守れない場合はどうするんだ？ヒックスが来たことでウォードを放出して投手を取りに行く可能性が出てきたな。年俸最低保証で獲得できたから、活躍してくれたら御の字よ。ベテランが引っ張るチームなのか、若手の成長に必要なのか、エンゼルスの今後がどうなるか楽しみ。中途半端な成績の外野主人だけど、どうしたいんだ。パドレスにも欲しかったけど、まさかのエンゼルスか。ポストシーズンでの大暴れが印象に残ってるヒックス、若手の手本になってくれたらな。ヒックスは出塁率はいいけど、求められているところは何なんだろう。ヒックスが来たことで、トラウトにも危機感を持ってプレイしてほしい。